こんばんは、ハニーレモンです。6月15日は、そう、南雲おてたらくんのお誕生日でした。おめでとう。観測ガチャ始まってますが、今回はアフレコでテトラくんへの愛を語りたいと思っています。制限時間は星5が1枚出るまで。対戦よろしくお願いします。テトラくんを押すと公言したのはユニバースからなんですけど、最初に気になり始めたのは、図の時代の流星体のストーリーを追っていた時でした。そんなにネタバレっていうほど詳細は話さないのですが、スーパーノヴァあたりで流星体として頑張っていきたいってなった後、トリスタとの七夕祭イベントで、スバルくんとのやりとりを見てから、テトラくんがずっと頭の片隅にいて、その時のスバルくんのトゲトゲな気持ちの印象もめっちゃ強いんですけど、そのショックもありつつ、そんなギスギスの中でテトラくんのまっすぐにやるべきことをやろうとする姿に胸を打たれて、ちょっと私自身のポリシーとも重なったんですが、他人は他人、自分は自分、でも他人のいいところは認めて自分の力にもする、そんな姿が見れたんですよね。ああ、この子は大物になるぞと思いまして、その時はまだユニバースは公開前だったんですけど、ベーシックで流星体関連のスカウトストーリーとか、イベストとか時系列順に読み進めて、テトラくんの料理が好きだけど苦手なところとか、めちゃくちゃ空回りしつつもまっすぐで可愛いってお気に入りの子になっていったんです。努力家でぐちぐち文句ばっかり言ってないところもポイント高いです。それも私自身の気をつけていることでもあって、目の前の不運とか理不尽とか、どうにもならないことに愚痴を言ってもしょうがないから、だったら文句言う前に噛み砕いて自分にできることをする。そういうのが周りからの信頼にもつながると思ってて、テトラくんの姿を見ていると自分も力をもらえたんです。そこからミュージックの方の流星体のストーを読み進めながら、千秋くんの気持ちとテトラくんの気持ちと、ベッドの継承問題と、あと流星体がまとまらない姿を読み終えたところにユニバースが公開されて、というよりは特番とかもあったし、流星体上の様子がおかしいのは分かりきっていたから、テトラくんセンターだし、スチルも不穏だし、絶対何かあると思って、急いでユニバース公開までに過去ストを読み終えたんですよ。そしたらね、テトラくんと千秋先輩のやりとりとか、太郎くんの自分語りの中で自分の弱さをさらけ出して認めて、千秋先輩をレッドとして尊敬して、でもテトラくんはそこでは終わらないんですよ。自分の強みというか、できること、ブラックだからできることを自分で見出して、それを誇りに自分自身すら認めてあげられるでっかい男なんですよ。こんな男そうそういないですよ。本当にかっこいい。内面がね、本当に素敵だし、尊敬します。これまで、ニキくんとか大将との関わりとかで、可愛いなぁ、ワンコだなぁ、くらいの好きっていう感情だったのが、そこで大爆発してしまって、押し通させていただきました。本当に好きなんです。痛みを持ってる人が、前向きな努力で幸せを自分の手で掴みに行く姿が、あー、負ける。同じところに刺さってる同担様いらっしゃいましたら握手しましょう。そんなテトラくんのおめでたい日、ガチャもね、重なってなかった星3も星4もいっぱい来てくれてるんですよ。メイドのテトラくんも可愛すぎるし、この後のね、ちょっと待ってね、これスプリングのテトラくんもね、スバルくんもですけど、この衣装めっちゃ可愛いし、この可愛さと青春真っ盛りの男の子の感じが出てて、大好きなカードなんです。ああ、嬉しいなぁ。テトラくんにはいっぱいハッピーなことが起こってほしい。でもさ、人生辛いこと半分、嬉しいこと半分って言うじゃないですか。でもテトラくんはその辛いことをパワーに変えられる強い子なので、安心して応援していけます。あー、テトラくんがいっぱい。俺が誇れる、俺が愛せる自分になるために、
これからも本気で努力していくっすから。あー、新ボイス苦しい。もうなってます、なってるんだよ愛される人に。けどテトラくんはもっと先を見てるんですね。これからも応援させてください。そして私もテトラくんを推している人間として恥ずかしくない人になりたいです。やっぱテトラピーはまっすぐだね、素敵だねって言われたいもん。こんなただテトラくんへの個人的な愛を語るためだけの動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございます。これはもう完全に個人の感想で、私が見ているテトラくんのお話なので、皆さんには皆さんの理想のテトラくんがいるかとは思うのですが、もし共感してくださる方がいらっしゃったら嬉しいです。同意見も、いやテトラくんの魅力はもっと他にあるじゃないかという方も、私の気づいていないテトラくんの魅力を教えていただけたら嬉しいです。コメントお待ちしております。ではトゥインクちゃんのイベント中でもありますので、爆走していらっしゃる方は応援しております。私は星さんのみでのガチファン活集会コツコツとやっております。なんのこっちゃという方はぜひ前回の動画をチェックしていただいて、そのまとめ動画をイベント終了後に公開いたしますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ではお付き合いくださりありがとうございました。ハニーレモンでした。バイバーイ。